私の心の愛する人たちよ。あなたにはもう一度始める機会が各瞬間に与えられています。真実を知ってください。あなたは今いる場所から始められるのです。素晴らしいことを達成するために何も手配する必要はありません。この瞬間は完全であり、あなたの卓越性への道に最適です。あなたは自分の世界では自分は十分ではないと信じるようにプログラムされています。この情報は完全に誤りであり、この理解はあなた自身の努力や計画を妨害することになります。プロジェクトを始めても他の人に見てもらう価値がないと感じて決して完了しないかもしれません。多くの人は自分の作品を精査し、他の人も同じだろうと想像するため自分の作品が十分ではないと感じています。競争は終わりがなく、多くの人が自分の道を歩む中で無価値感を感じ続けています。あなたの目の前にある贈り物により、特に設定された計画がなくても前進することができます。成功するために必要なのは意図を設定することだけです。光の道を選択すれば、あなたの意図が尊重されることが保証されます。この知識の場からあなたの最良の結果への道が開かれます。自分は完璧でなければならないという気持ちを手放してください。自分自身と他の人が学び成長できるようにしましょう。間違いを犯すことは最高の自分になるために前進するための教訓とみなすことができます。魂は競争を知らないので、嫉妬と羨望を手放してください。鏡を見て自分の欠点、年齢、体重を受け入れてください。あなたは光の戦士です。この白昼夢の中であなたがどれだけ遠くまで来たかを見てください。あなたは十分以上です。あなたは光です。高い振動の存在は途中で何度も落ちたりよろめいたりしながら意識が拡張された場所に到着しました。光の道を離れることは形をしたすべての魂に共通することです。転落が大きければ大きいほど、それぞれの障害を克服して再び立ち上がる時に得られる強さはより素晴らしいものになります。深呼吸する。あなたはすべて良いです。あなたが誰であるか覚えています。あなたの潜在意識があなたに奉仕できるようにしてください。あなたが地球上で移動し生活するすべての瞬間は潜在意識によって制御されています。あなたには自分の考えで自分の心を再プログラムする能力と力があります。自分の考えを信じるか、自分に役立つ周波数に変えなければなりません。スピリットはあなたがあなたの光を思い出し懸命に選択するのを待っています。平和を選択すれば、いつでも平和が役に立ちます。平和は、絶え間なく動く愛のエネルギーです。あなたは、この愛を内に秘めており、あなたが選択する限り増幅し、持続するこの周波数を活性化することができます。平和は常に選択です。あなたは、あなたの魂の中に平和を持っています。このギフトを見つけて、決して手放さないでください。これは工事の存在領域で活用される知恵です。最後にあなた自身の周りに光の場を作ってもらいたいと思います。このエネルギーを意識から決して離さないでください。この光は保護の盾として機能します。あなたのスピリチュアルな直感によりいつ闇が侵入するかを知ることができます。あなたにはフィールドを修復する力があります。あなたにはすべての暗闇から離れるように命令する霊的な権利があります。それは確かに去ります。自分のエネルギーは自分で維持しなければなりません。もう一度始めるのに遅すぎるということはありません。私はあなたの愛の瞬間に参加します。
シーンは新しい地球を始めるための私たちの焦点です。終わりは始まりになる。エイイケマイエア。私はあなたをとても愛しています。